こんにちは、ゆうすけチャンネルです。皆さんまずは、チャンネル登録本当にありがとうございます。皆さん本当にまだまだ、登録よろしくお願いします。今日は、初めて YouTube を投稿したんですが、サツヒロ0423と一緒に、に手伝っていただいてなんとかすることができました。暑いですね。今お風呂上がりなんですごい暑くて扇風機つけながらこうやって喋っています。明日皆さん夏休みはどう過ごしてますか？僕はちなみに明日学校へ行って、授業変更を行ったりするんです。そして自動車学校に行ってまして、路上を運転しているんですが、正直非常に怖いです。隣に教習の先生が助手席に乗って、僕が運転席に乗って運転してるんですが、道路なんで、ある程度スピードを出したりとかしないといけなくて、しないといけないのはそうなんですけども、皆さん分かってると思うんですけど、非常に大変です。大変ですというか怖いです。皆さんはどうでしょうか？皆さんはどういう夏休みを過ごしてるんでしょうか？海行ったりとかしてるんですかね。海行ってないですね、今年は。今年はというか最近は中2以来行ってないのかな。行きたいですね。どうせ行くんだったら潜りたいですね。潜りたいというか泳ぎたいですね、せっかく行くんだし。よく友達とサッカー、部活やってサッカーしてたんでビーチサッカーしたりとかしてたんですけど、してたっていうか1回だけなんですけど、またそれもそれできつくて、意外と砂浜って走りにくいんで、走りにくいですし、走りにくいですし、あとボールが弾むというか、不規則に、回転したりするので、非常にこうやりにくいといいますか、普通の芝だったり砂でやるサッカーとまた違った楽しさとかがあるんで、皆さんもやってみたらどうでしょうか。遅いので、終わります。